劇団エグザイル、新メンバーを迎えて朗読劇を公演。9日、都内にあるヒューリックホール東京で劇団エグザイル新メンバー初公演ブックアクト2023ニューイヤースペシャル、僕らは人生で1回だけ魔法が使える、ケネプロ、取材会が行われた。取材会には現メンバーの青柳翔、佐藤寛太に加え、昨年11月に加入が決まった新メンバーの塩野明久、前田健太郎、桜井優希が登壇した。新メンバーに報道陣から、これからの意気込みを教えてください、と質問が上がると、前田は、加入させていただいて、今まで自分がやってきたこととは違うようなお仕事が増えてくるのかなと思うので、先輩方からいい影響を受けて、お芝居の幅やスキルを身につけていきたいと思います、と語り、塩野は、前に共演したことのある方たちもいらっしゃったりして、心強いと思っています。皆さん、活躍してらっしゃるので、バーターで入れていただければと思います。と欲を見せて、報道陣たちをうならせた。桜井は、僕は年が一番下で、お芝居などいろいろな面でスキルアップできる環境だなと思うので、いろいろなものを盗んで頑張っていきたいなと思います。と初々しく答えていた。中でも桜井は、成人式となる本日が舞台本番。桜井は、僕もスーツを買いまして準備をしていましたが、マネジャーから1月9日は無理だと言われました。人生に一回きりなので、寂しい気持ちもありますが、早く先輩たちと一緒に舞台に立ちたいなと思っていましたし、成人式に出るよりこっちにいたいなと思います。今日も皆さんからたくさんのことを学んでいます。20歳になって改めて、大人としての自覚を持ってしっかり頑張っていきたいなと思います。とハキハキと抱負を述べていた。ちなみにお酒を飲みましたか?という質問に桜井は、5月に誕生日なので、飲みました。僕はハイボールが好きです。と答えたものの、エグザイル的に違うと思ったのか、レモンサワーが好きです。と言い直した。加えて、皆さんと飲む機会もあまりないので、早くご飯に行きたいなと思います、と呼びかけていた。バル、朗読劇となる同公演は、日本のとある町の森の奥にある小さな村が舞台。村の一番の年寄りから、この村で生まれた男の子は、20歳になるまでの間、人生で一度だけ魔法を使うことができる、と伝えられたアキトと仲間たちが、何に魔法を使うか考え、悩みながら生きる姿を描く。9日から11日までヒューリックホール東京にて上演。